こんばんは、大島匠です。ちょっと今回はですね、急遽決まったことがありまして、サクッとだけ動画を撮影しております。12月の2日土曜日ですね、ボンビューにまた新しい商品が入荷します。まあ、新しい商品というともなんかこう派生した商品なんですけども、以前ボンビューがジョン・コンフォートに依頼をして作っていただいたペイズリーのシルクとウールのリバーシブルのマフラーのようなストールのようなものを販売させていただいたんですけども、おかげさまで全て完売をしてしまいまして、結構早いタイミングで全部完売してしまいまして、その取引先の方にもうちょっと追加できないですかっていう話をしたら、いやちょっと今在庫があるかどうか確認しなきゃねみたいなことになって、まあすぐにはできないなって言われちゃって、すぐにできないんだったらどうしようかなと思っていたんですが、あれがあるよって言われて紹介してもらったのが、同じペイズリーのシルクを貼っていて、反対側が中国産のカシミヤを貼っているものがあると。で、裾はフリンジになっているんですけども、それだったらすぐに出せる、在庫があるからすぐに出せるよと言っていただいて、で、まあ実際物は見せてもらったんですけども、まあ、あのウールで作ったものよりもかなりしなやかで、やっぱ温かみもあってふわっとした質感のものが入ってきます。どっちがいいかって言われると、まあまあそれは好みだとは思うんですけども、まあ次入ってくるものもすごくいい。で、カシミヤ使ってるんですけども、あの特別価格で、あの在庫としてあるものだったんで、特別の価格でいいよっていうことだったんで、一応前回のウールよりも1000円だけ高い2万9000円で発売をさせていただけることになりました。本当にあの取引先の方に本当に感謝しかないんですけども、あのそんなスペシャルなものがまた追加で入ってきますので、あのウールのタイプが買えなかったという方はぜひ一度見に来ていただければなと思います。一応あの色としてはオリーブ、あの前回ウールでもあったオリーブ、あとネイビー、まあそれも前回ありました。あと追加でボルドーのような赤っぽい色、3色展開になっておりますので、ぜひ見に来ていただければなと思います。あの2万9000円、あのウールのタイプでも2万8000円でも結構あれ安いなと思っていたんですけども、2万9000円はかなり破格だと思います。素材のクオリティとか考えると確実に4万近くするものだと思うので、そのクオリティのものがその金額で買えるってことは多分今後二度とないと思いますので、ぜひあのウール買われた方も追加で買ってもらってもいいぐらい、あのめちゃくちゃいいものだと思いますので、ぜひよろしくお願いします。もう一つ、ジョン・コンフォートのカシミヤのソリッドネクタイも、在庫があるんでどうだと言われまして、ご提案いただきまして、まあ、そちらも、まあ、質はめちゃくちゃ良かったので展開をさせていただくことになりました。同じ12月2日に入荷してきます。で、それもスペシャルな価格、多分今だと1万8000円ぐらいすると思うんですけども、税込み1万円で販売ができることになりましたので、2日地味にちょっとずつ面白いものが入ってきますので、ぜひまたボンビューに遊びに来ていただければなと思います。本当にストールもネクタイも多分その金額では絶対買えないクオリティのものだと思いますので、ぜひチェックしに来ていただければと思います。ちょっと駆け足で今回紹介をさせていただきましたが、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは今回の匠君